こんにちは、親横です、本日はですね、埼玉県の戸田市の西湖に来ております。お久しぶりの西湖でございます。今日はですね、息子と2人で休日を過ごしておりますので、息子とねサイクリングをしにやってきました。はい、だいぶね、地元で、走る時にね、ちゃんと止まるよとか下り坂の、徐行ができるようになってきたのでね、気をつけながら今日は西湖を一周回ってみたいと思います。イエーイどうですか、車の天井持ち上げて。あ、天井持ち上げないでください。回れそうかな、西湖。気をつけて走れそうですか。はい、じゃあ気をつけて走っていきたいと思います。では行ってきます。ゴーグルつけた。つけた。よいしょ。オッケー。ねえ、いっぱいみんな走って練習してるな。さあ坂なんですけど、どうかな。行けるとこまで行ってみるか。よし。きつくなったら足ついていいよ。歩く？押して歩くか。なんかひらがなあけど読める？読める。なんていう書いてある？わかんない。さあ行こうって書いてある。でもさ、うん。なんか丸。あ、点が埼玉東京の大切な水がめ西湖って書いてある。お水がいっぱい溜まってんだよ。後で見えるよ。なんか大田来るみたいな。うん、音がするね。来た。いけそうだ。うん、乗ってみる。うん、お、家だ。よいしょ、いけた。まあゆっくりでいいからついておいで。お、上手上手。いいじゃん、走れるじゃないか。ママ、ちょっと海見ない？いいよ、海じゃないけど。これが入れないけど、ここまでなら見れます。最高です。そこまでね。お水がいっぱい。でも入れないね。そう、反対側だとね、ちょっと階段があるよ。グリーンだから伸びますか？伸びます。うん、うん、うん、ああいいんだよ、みんな自分のペースがあるから。ねえ、自分がさちょうどいいなっていう速さで走ったりしてるからいいんだよ。追いかけたりさしなくてもいいってこと。あ、注意、この先段差ありって書いてある。出てきた。ここだ。ここはさ真ん中がいいんじゃないかな。ここがボコ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 って、マウンテンバイクだし。いけると思うよ。そうか。速くなったな。ギアが足りてない。お、橋が見えてきましたよ。どうする、ニョロニョロ見に行くか。ニョロニョロって、ニョロニョロっていう柵が。何回なんだ。3回だね。スタート前とさっきのとこと、ここで3。ここの坂はいけるかな、どうかな。見て見て、チラ、これだ。あそこ上まで行ったら橋の上だから。いいぞ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 。なんかさ、うん、あ、本当だ、ちっちゃ、なんだリモコンで動かすボートかな。ヨットみたいだね。ヨット、
行けたじゃん。そうだね、ゆっくり降りて一回止まってから。ブレーキをこうやってやりながら。そうだね、そう、上手上手お、つくじゃん、にょろにょろ。いい顔してますね。何これ？これは野球野球やってる人とバーベキューやってる人がいるのかな。ここ入ります。デイキャンってさ、お泊まりしない昼間お外で遊ぶのキャンプ。あ、ここニョロニョロがあるから。見えた。そうだよ、これがニョロニョロだ。ニョロ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 キャラモニョロ。着きました、ニョロニョロ。ちょっとボヨボヨしてるね。ボヨボヨのこのやつ何？苔じゃない？ボートもあるよ。ボートある？あそこにボートだ。本当だ。もう半分超えました。あとはもう道なりにまっすぐ行けばゴールです。カマキリ公園で遊んでいくか。ゆっくりでいいよ、暑いしね。無理せず行こう。はい、行ってきます。水道で頭水かぶるから。水道で濡れた手でうりこ触ってってやってほしいよ。こんにちは。あ、自転車マークあるよ、ほら。自転車マークのとこ走る。カマキリ公園が見えてきたぞ。あ、電車も見える。ちょっと元気になってきた。カマキリ公園来た。最後一周がこんなに長く感じたの初めてだよ。これを超えたらもうゴールだ。段差。おい、いけるか。いいぞいいぞ。もうそこでゴールだぞ。あとボコンを超えた先でもうゴールです。お、いけるかいけるか。あれ頑張った、よく頑張った、よく頑張った。お疲れ、お疲れ。ほら、ちょっと引っ張ってあげる。イージーモード。イージーモード発動。ブレーキちょっとかけながらね。そうそうそう。これぐらいですか？そうですね。上手上手。うまい。うまい。で、後ろ見て、OK。はい、無事に家に帰ってまいりました。何度か最高一周することができました。いや、やっぱりね、長いですね。なんか大人が走るのとはやっぱり違うなと思いましたし、なんか大人もね、やっぱなんか長いよね、結構ね、直線がね久しぶりに走ってね、ちょっと長かったなと思いました。一周走ってみてどうでしたか？気持ちよかった。気持ちよかったですか？どこが一番大変でしたか？橋の坂道きつかったね。はい、よく頑張って登りました。他のところも走ってみたいですか？走ってみたいよ。じゃあもうちょっとね、力がついてきたらまた違うところも走りに行こうかなと思います。お疲れ。ということで以上です。最後までご覧くださりありがとうございました。このとこいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。